2020年7月より MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送中のアニメ彼女お借りしますから、第7話カリカノと彼女。カリカノのあらすじと先行場面カット、ウェブ版次回予告映像が公開された。彼女お借りしますは、週刊少年マガジンで連載中の宮島綾里さんによる人気ラブコメ漫画。彼女に振られてしまった主人公木下和也が、ある方法で美少女水原千鶴と出会ったことから始まるラブタイムズ、ドキマックスの無鉄砲ラブストーリーとなっている。アニメ化にあたっては、監督を古賀和臣さん、キャラクターデザインを平山博品さん、音楽をヒャダインさんが務め、アニメーション制作はトムスエンタテインメントが担当する。あるある夏アニメ彼女お借りします、水原千鶴の水着姿が見られる本 PV 公開。天宮隆、結城アオラが出演する特番生配信も決定。今回 MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送中のアニメ彼女お借りしますから、8月21日金曜日より放送開始となる第7話カリカノと彼女。カリカノのあらすじと先行場面カットが公開されたので紹介する。また第7話カリカノと彼女、カリカノの次回予告映像が YouTube にて公開された。 TV オンエアジム次回予告とは異なった内容のウェブ限定バージョンとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。また現在10月10日から開催される彼女お借りします展東京会場のチケット抽選申し込み受付中だ。 https://L体育コメベントメベント ミド 536,570 本展は連載3周年アニメ放送を記念した作品初の展示会となり、東京と大阪にて開催される。会場ではまるで千鶴たちがそこにいるかのような展示や、宮島先生描き下ろしイラストの記念グッズをはじめ、作中に登場した商品の販売も予定されている。最新情報は彼女お借りします展公式ツイッターにてチェックしよう。あらすじ先行カット、満足度7、カリカノと彼女。カリカノ各話スタッフ、脚本広田光武、絵コンテ葛谷直行、演出古賀和臣、作画監督山本慎二、田村和彦、平山博品、由布京子、佐藤飛鳥、川添明子、石本英二、泉昭弘、野本正幸、時矢義則。あらすじ、千鶴が連歌のだとバラさせないため部下を尾行していた和也だった。和也が一切口外しないと約束させようとする中、ルカは自分の秘密を明かす。日が変わり、和也が大学で栗林と待ち合わせをしていると、あ、和也さん、声をかけてきたのは和也に会いに来たというルカだった。ウェブ版次回予告映像、満足度7、カリカノと彼女。カリカノの次回予告映像が YouTube にて公開。TV オンエアジの次回予告とは異なった内容になっている。ウェブ限定バージョン。彼女、お借りします展東京会場チケット抽選申し込み受付中。開催情報。彼女、お借りします展東京開催期間。2020年10月10日土曜日から10月26日月曜日。開催場所。有楽町丸い 8F イベントスペース、完全日時指定制、完全入り体制ではない。東京により営業時間は変更になる場合がある。彼女お借りします展大阪開催期間、2020年12月24日木曜日から1月4日月曜日。開催場所、あべのハルカス近鉄本店ウィング館9階催し会場。開催内容、商品の発売、使用は諸般の事情により変更延期中止になる場合がある。
作品情報、TV アニメ、彼女、お借りします。放送情報、2020年7月10日、金曜日、深夜1時25分より、MBS TBS 系全国28局、ネットスーパーアニメイズム枠にて、放送中、2020年7月12日、日曜日、23時より、アット X にて放送予定、リピート放送。毎週月曜日22時から毎週水曜日14時から毎週土曜日6時放送日時は予告なく変更の可能性があります。配信情報、2020年7月10日深夜2時より D アニメストアほか各種配信サイトにて配信中。キャスト、水原千鶴、天宮隆、七海麻美、結城、青、更科留香、東山直、桜沢、隅、高橋 D、 木下和也、堀江俊、木下和、野沢ゆかり、木部義明、赤坂正樹の、栗林俊、梶原武人、スタッフ、原作、宮島綾里、講談社、週刊少年マガジン連載、監督、小林、彼女に振られてしまった主人公木下和也がある方法で美少女水原千鶴と出会ったことから始まるラブタイムズドキマックスの無鉄砲ラブストーリーとなっている。アニメ化にあたっては監督を古賀和臣さん、キャラクターデザインを平山博品さん、音楽をヒャダインさんが務め、アニメーション制作はトムスエンタテインメントが担当する。あるある夏アニメ、彼女、お借りします。水原千鶴の水着姿が見られる本 PV 公開。天宮隆、結城青らが出演する特番生配信も決定。今回 MBS TBS 系全国28局ネットスーパーアニメイズム枠にて放送中のアニメ彼女、お借りしますから8月21日金曜日より放送開始となる第7話カリカノと彼女、カリカノのあらすじと先行場面カットが公開されたので紹介する。第7話カリカノと彼女、カリカノの次回予告映像が YouTube にて公開された。 TV オンエアジの次回予告とは異なった内容の Web 限定バージョンとなっているので、ぜひチェックしていただきたい。また現在10月10日から開催される彼女お借りします展東京会場のチケット抽選申し込み受付中だ。 https L タイプコメベントメベント見度536,570本店は連載3周年アニメ放送を記念した作品初の展示会となり、東京と大阪にて開催される。東京ではまるで千鶴たちがそこにいるかのような展示や宮島先生描き下ろしイラストの記念グッズをはじめ、作中に登場した商品の販売も予定されている。最新情報は、彼女、お借りします店公式ツイッターにてチェックしよう。あらすじ、和也が一切口外しないと約束させようとする中、ルカは自分の秘密を明かす。日が変わり、和也が大学で栗林と待ち合わせをしていると、あ、和也さん、演出、古賀和臣、作画監督、声をかけてきたのは、和也に会いに来たというルカだった。ウェブ漫次回予告映像、満足度7、カリカノと彼女、カリカノの次回予告映像が YouTube にて公開、TV オンエアジの次回予告とは異なった内容になっている、ウェブ限定バージョン。お借りします店東京会場チケット抽選申し込み受付中。開催情報、彼女お借りします展東京開催期間、2020年10月10日土曜日から10月26日月曜日。開催場所、有楽町丸い 8F イベントスペース、完全日時指定制、完全入り体制ではない。状況により営業時間は変更になる場合がある。彼女お借りします展大阪開催期間、2020年12月24日木曜日から1月4日月曜日。開催場所、アベノハルカス近鉄本店ウィング館。
9回催し会場、開催内容、商品の発売、使用は諸般の事情により変更、延期、中止になる場合がある。作品情報、TV アニメ、彼女、お借りします。放送情報、2020年7月10日、金曜日、深夜1時25分より、MBS TBS 系全国28局、ネットスーパーアニメイズム枠にて、放送中、2020年7月12日、日曜日、23時より、アット X にて放送予定、リピート放送。毎週月曜日22時から毎週水曜日14時から毎週土曜日6時放送日時は予告なく変更の可能性があります。